母の家、ロバート・チャールズ・ベンチューリー・ジュニアは、アメリカ合衆国の建築家。ベンチューリー・スコット・ブラウンアソシエーツ事務所の創立者であり、20世紀を代表する建築家の一人として知られる。ベンチューリーは、妻であり仕事上のパートナーでもある、デニス・スコット・ブラウンと共に、建築家、プランナー、学生が、建築やアメリカの建築環境について経験し、 考える手段を形作ることに貢献した。彼らの建築、計画、論考、教育はまた、建築に関する言説の拡大に寄与した。1991年、建築家として、プリツカー賞を受賞した。彼はパートナーであるスコット・ブラウンを受賞者に加えるよう求めたものの、賞は単独のものとなった。後に、女性建築家のグループが彼女の名前を賞に、 遡って加えようと試みたが、審査員により拒否された。主張、建築の多様性と対立性、ラスベガスなどにおいて、金欲的に装飾を否定したモダニズム建築を批判し、ポストモダンを提唱した。またミース・ファンデルローへの評語レスイズモアを、レスイズボレと皮肉った。スコット・ブラウンと共に、フィラデルフィアに在住した。フィラデルフィアにて、父ロバート・ベンチューリ・シニア。 母、バンナ・ベンチューリのもと誕生した。クエーカー教徒として育てられる。ペンシルベニア州メリオンのエピスコパリアカデミーに通った。1947年にプリンストン大学を最優等で卒業した。在学中、彼はファイ、ベータカッパ協会会員に選ばれ、建築家としてダマト賞を受賞した。1950年に美術学習士を取得。 プリンストン大学では、ボザール様式の教育的枠組みのもと挑発的なデザインスタジオを提供していた教授、ジーン・ラバトゥの下で教育を受けた。このことは、彼が様式的な用語ではなく、分析的な用語で語られる、建築士と商業建築から引き出された、建築理論とデザインに対するアプローチを発展させる上で重要な要素となった。 1951年、ミシガン州、ブルームフィールドヒルズにて、エーロサーリネンの下で短期間働いた後、フィラデルフィアのルイスカーンの下に移る。1954年にローマアメリカンアカデミーの主催するローマ賞フェローシップを受賞し、ヨーロッパで2年間留学した。1959年から1967年まで、ペンシルベニア大学に職を得て、 カーンのティーチングアシスタント、講師、後に准教授として勤務する。1960年、同僚教員であった、建築家、プランナーのデニス・スコット・ブラウンと知り合う。同大学を退いた後、イェール大学建築学部で教鞭を取り、2003年には、ハーバード大学デザイン大学院で、スコット・ブラウンと共に、客員講師を務めた。二千十八年九月十八日に、 アルツハイマー病の合併症で死去。去年93歳。ベンチューリは、モダニズム建築のいくつかの前提に疑問を投げかけた最初の建築家の一人であり、不注意に機能主義的で象徴的な意味において空虚である建築をもむきとする近代建築運動に対する論議をかす批判者となった。1966年に穏やかなマニフェストとして、 建築の多様性と対立性を上司する。ヴィンセント・スカーリーは同書を建築理論について書かれた本としては、ルコルビュージへの建築を目指して、以来の名著であると評価した。この著作はベンチューリがペンシルバニア大学で行った講義に由来するもので、グラハム財団の補助金制度を利用して制作された。同書は多数の実例を引用することで、 建築の構成と多様性を理解するためのアプローチ、そしてその結果として得られる豊かさと面白さを示した。ベンチューリは先端的な資料だけでなくバナキュラーな資料も引用しつつ、ミケランジェロ・ブオナローティー、アルバーアルトといったよく知られた建築家やフランク・ファーネス、エドウィン・ラッチェンスといった当時忘却されていた建築家の作品から新たな教訓を導き出そうとした。 彼は当時流行していた図式化された様式ではなく複雑な全体を主張し彼自身の作品の例を含めてそのような技術の応用の可能性を示した。同書は現在までに18個ともに翻訳されているデニス・スコット・ブラウン。ベンチューリの配偶者でありビジネスパートナーでもあった。ベンチューリはラディカルな発想を有する理論家、デザイナーとしてたちまち評価され、 1960年代中央にはイエール大学建築学部の一連のスタジオ科目にて教弁を取った。これらの中で最も有名なものは1968年に行われたベンチューリとスコット・ブラウンがスティーブン・アイゼナワーと共に学生チームを率いてラスベガスストリップを記録し分析したプロジェクトである。この主題は本格的な研究プロジェクトの対象としては 想像しうる中で最も可能性の低いものであろう。1972年、ベンチューリラは2つ折り本の A&P 駐車場の意味、あるいはラスベガスから学ぶことを出版した。これは新しい理論のための剥として学生の作品を使用して改訂され、1977年にラスベガスから学ぶこと、建築の形態における忘れられた象徴主義として、 再出版された。この二つ目のマニフェストは、正当派モダニズムとエリート建築家の思考に対するさらに刺激的な球団であった。この本は、アヒルと装飾された小屋という用語を用いて、同地における建築を体現する二つの優勢な方法論の説明をした。ベンチューリー、スコット・ブラウン、ジョン・ラウチの作品は、後者の方法論を採用し、 シンプルな構造に豊かで複雑、しばしば衝撃的な装飾を施した、装飾された小屋を建築した。ベンチューリ夫妻はその後も数冊の本を共同執筆しているが、最も影響力のあるのは、この2冊である。ギルドハウス、1964年施行。ベンチューリの建築は、今日では、彼の理論書ほど馴染み深いものではないかもしれない。しかし、 彼の作品はアメリカの建築を1960年代に広く実践された往々にして陳腐なモダニズム建築から建築士からの教訓を率直に引き出しアメリカの都市の日常的な文脈に対応したより探究的なデザインアプローチへと方向転換させるのに役立った。ベンチューリの建築は典型的に建築のシステム、要素、目的を平置することで しばしばプロジェクトや敷地に内在する対立を認めている。このような包括的なアプローチは全ての要素を完結した柔軟性のない構造として解決し統一しようとする。そのようにしてできた建築は単純性を重視し、機能的ではないことも多かった。典型的なモダニストの努力とは対照的であった。 ベンチューリの初期のキャリアにおける多様な建築物は、ノースペン発出看護婦本部のような、不純な形態、母の家のような、明らかに、無造作な非対称性、リーブハウスのようなポップなスーパーグラフィックスと、幾何学的図形の採用などのように、当時の建築家の仕事に驚くべき、選択肢を提供していた。ペンシルバニア州、エピスコパルアカデミーのチャペル、2010年撮影。 ベンチューリは1960年、ウィリアム・ショートと共にベンチューリショート事務所を設立した。建築デザインにおいてベンチューリは、ミケランジェロ・ブオナロー・ティア・アンドレイア・パル・ラーディオといった初期の巨匠、ル・コルビュージエ、アルバールと、ルイス・アイカーン、エーロ・サーリネンといった近現代の巨匠に影響を受けている。1964年からは、ジョン・ラウチがパートナーとなり、 それに伴い事務所名もベンチューリラウチに変更された。ベンチューリは1967年7月23日、カリフォルニア州サンタモニカでデニス・スコット・ブラウンと結婚した。1969年にはスコット・ブラウンも事務所に加入し、プランニングの責任者となった。1980年には事務所名がベンチューリ・ラウチスコット・ブラウンに変更された。 1989年にラウチが事務所を脱退すると、事務所名はベンチューリスコット・ブラウンアソシエーツとなった。フィラデルフィア州マネーアンクを拠点とする同事務所は、1985年にアメリカ建築家協会の建築事務所賞を獲得した。1960年内後期の母の家における切断された切妻屋根、ギルドハウスの分割された円弧型の窓、 断続的なジャバラ層の普及に始まり、ベンチューリの建築は世界的な影響力を有した。トルーベックウィスラキ・ハウジーズに見られるようなバナキュラーな建築様式に加えられた遊び心のあるバリエーションは見慣れた形を受け入れつつも変容させる新しい方法を提供した。オバーリン美術館とその研究棟に見られるファサードのデザインは装飾的でありながらも 抽象的な建物の垂直面の扱いを示しており、現代的でありながらもバナキュラー建築や歴史的な建築の要素を取り入れている。ベンチューリは、ローマ・アメリカン・アカデミー及びアメリカ建築家協会のフェロー、王立英国建築家協会の名誉フェローであった。ベンチューリに支持した特筆すべき建築家として、エイミー・ワインスタイン、ピーター・コリガンがいる。ありがとうございます。